2年越しにキャロットマンの中身に気づいてしまった人たちに対するみんなの反応。合体技だー。あ、キャロットマン女の子だったんだ。俺もマンってあるし男だと思ってたけど、イラスト見ると胸があるよな。言われるまで気づかなかった。中身パールやぞ。キャロットマン、一体どこの世界クラスの馬娘なんだ。キャロットマンはシーキングザパールが入ってるのか、2年以上経って初めて知ったわ。ということはパールの別衣装はキャロットマン。ぴっちりスーツは対象年齢上がるからダメかも。全員スクミズ着てるしブルボンの通常勝負服もあるしヒーロースーツくらい何の問題にもならんやろ知らんけど。ありすぎや開発班これはパンツじゃない、リンゴちゃんパンツじゃないなら規制なしでもよし。こんなガバガバ基準だぞ。昔はほんと厳しかったのに今は海外芸筆頭にこれいいんかというものばかりだな。キャロットマン女体化とはなかなかマニアック。キャロットマンのピンチなシーンでちびっ子たちが何かに目覚めてしまう。プリンセス少年との熱い共闘が見られるかも。戦隊ヒーローなら〇〇マンでも女いるし。パールさんマジ成人。が、学生です。JK です。18歳で成人だから高校3年生になったら成人になるんよ。キャロットマンの変身ベルトもギミック凝ってそうだな。人参を差し込んで変身、レバーを操作して必殺技みたいな感じだろうか。ベルトさんの声は服着たる。ふんらろ、ふんらろを変身音声。きっと占いで変身が吉と出るまで変身できないヒーロー。面白い人。すでに絡みがあるのかわからんけど、ラモさんはパールみたいに独自の世界観を貫くタイプは好きそう。こう見えてビコーペガサスの方が年上です。ビコペ合法ってマジ、やったー。よく見ると確かにでかい。キャロットマンの頭に人参ぶっ刺さってることに最近まで気づきませんでした。アクションシーンのスタントのため中身は馬娘が演じている説スーツはともかくメットに耳スペースがある。つまり設定上のキャロットマンは男の子が馬娘に変身する？まああっちはキングやミスターが馬娘につくあたりマンが男性名詞でない可能性も。やべえな、俺ツインテールになった方がいい？マンは性別問わず人全般を指すこともあるから。そういや川上シナリオでも姫になりたい男の子が出てきてたな。まあ、戦隊物なら女性がいてもおかしくないし。パールさんのボディでヒーロースーツは、まずい。何がまずい？言ってみろ。やっぱりキュービコー衣装もペガサスモチーフで可愛いよな。ペガサスって何なのだ？誰も奪えない心の翼だよ。パール姉さんのヒロピン展開とかもあるです？ごくり。他の人のために積極的に行動するパールさんはやっぱり成人だな。野菜がモチーフのヒーローなら、果物のライダーの脚本家にシナリオを書いてもらおう。尾行の育成でもパール姉さんとの絡みがありそうよね。ディスは出てくるのだろうか。馬娘のスタント需要は高そうだな。特にスーツアクターって過酷らしいからね。電飾仕込みすぎたスーツは重すぎて特定のアクターじゃないと首が折れますってありさまだったとか。シャンゼリオンのアップ用スーツは半透明の樹脂のせいで100キロ超えになった。馬娘のフィジカルならこの辺心配なさそう。シャンゼリオンのスポンサーといえば？そう、セガですね。やはり世界レベルなのでは。もしかしてパルオバって様式人だった？そうわよ、言動がエキセントリックってだけで屈指の様式人。尾行って他の子の育成に出ると大体曇ってるな。曇ったら吹けばいいから。ウィンディちゃんのシナリオでも折れかけてる。この子のように勝ちきれない子がいるってお話として大事だなと思いました。本人以外のシナリオで存分に曇らせてからの本人のシナリオはカタルシスが凄そうだ。尾行ちゃんにはラストラン爆心王を倒してもらう。千代ちゃん方式はありそうだなって思ってる。いいやシニアスプリンターズはボーノと戦ってもらう。フェブラリーでないとダメなのかな。早く育成で全てを滅ぼす英雄にしてあげたい。ヒーローは何度でも立ち上がるし。尾行には大雨の安田記念で待機シャトルを倒してもらわないとダメだからな。こいつに G1 を勝たせてやりたいんですが構いませんね。
ヒーローになりたいけどレースに出るたびに別のヒーローの誕生を目にするのいいよね。砂の王者にできるし短距離の英雄にしてやろうぜ。いいや、有馬記念でみんなのヒーローになってもらう。ウィンディちゃんが案外ちゃんと先輩してた。ウィンディちゃんのシナリオではいいポジだった。菱山姉さんに怠慢で勝ってるのに。ラスボスは大気なのかボーノなのか。菱山、爆心、爆心、ボノ、ウィンディ、大気。ボスらしかな？悪にこぶされて再起するヒーローいいよね。ギリシャでの修行から始まってほしい。そこでなんやかんやあってブロンズ勝負服を授かるんだ。多分生き別れた兄を探す旅にも出る。宴の始まりだーって言ってほしい。杉の早風、フラワーパーク、マサラッキあたりの匂わせも来てほしいですね。カノープスに加入しても違和感ない子。むしろカノープスの短距離マイル枠筆頭候補なのでは。ジャンポケがほぼ確定だから割とマジでフラワーパーク待ちで実装後回しにされた説ある。ノースフライトあたりもワンチャン。いいシナリオになる確信。尾行の戦績見たら、負けたレースの勝ち馬が全部強すぎるんだよな。前年の爆心王になら勝ってたタイムだからな、なお。短距離追い込みであの戦績だからかなり強いはずなんだが、いかんせん相手にヤバいのが多すぎた。前世紀の爆心王とかどうしろと。これはいけるんじゃないかという時に限って的確に出てくるラスボス、それも複数。新規の子バンバン出てきた頃に実装されてストーリー賑やかになってほしい。生まれた時代が悪かった名馬筆頭。現役裁判年に出てくるのがよりにもよって待機者取るとか救いがなさすぎる。衣装違いでいいから原案の勝負服の実装をなんとか。尾行の競争成績見たら3年連続スプリンターズ S 高松の宮ハイマイル CS 失踪とかいう聖魔 G 経歴だった。なんとしても G1 勝たせたかったという陣営の思いが伝わってくるなぁ。体があともうちょっと大きかったら結果は違ったんだろうなぁ。史実だと掲示板にすら届かなくなるからそこら辺の嘆きは史実通りという曇らせ。最近の実装組はいざ実装になると勝負服が変わることが結構多いからもしかすると二度目の衣装変更あるかも。固有演出では絶対背景が爆発する。ドーベルみたいな固有スキルか。クレーンの鉄球受け止めさせたり崖の殻落とした岩をキックで砕く特訓をさせたい。尾行みたいな前線ホースを見ると生まれた時代が違えばなーって思っちゃう。けど、じゃあ具体的にどの時代なら良かったのかって考えると大半の時代には圧倒的強者がいるんよね。ところでペガサスって何なのだ？馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。